人はみんな心の中に海を持っているといいます。それはいつか出会ってみたい憧れのように胸の奥の深い場所に眠っているんです。海は誰かに心を伝える大切な場所だから。サウンドルネッサンス、夏川りみ。石垣島がくれた宝石。ザ・シンフォニーホール。日本初のクラシック専用ホールとして生まれた残響2秒の音楽空間。世界中の指揮者たちが称賛してやまないこの舞台への扉が、年に数回だけ真の実力を持つポップスのアーティストにも開かれる。このホールが認めた9人目の出演者は、演歌からポップスまでを歌いこなす南の島の歌姫、夏川りみ。1973年、沖縄県石垣島生まれ。父の熱心な指導によって3歳の頃から歌い始めた。以来、歌手になることだけを夢に猛練習を続けた少女は、16歳の時に星美里の名で演歌歌手としてデビューする。しかし、メジャーではヒットに恵まれず、 CD3 枚をリリースした後活動を休止。23歳で一旦沖縄へ戻ったものの、歌への思いを捨てきれず、夏川りみとして再デビューしたのが2年後の25歳。名だ早々で一気に注目を集め、紅白には3年連続で出場。2004年度の日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞した。輝くような透明感と力強さを併せ持つその歌声。夏川りみはまさに石垣島が生んだ宝石だ。今日は素晴らしいホールでのコンサートです。いつもみたいにリラックスして楽しみながらやりましょう。せーの、はい。走り去る。
街を歩けばみんなが声をかけてくれます。島中がまるで家族であるかのように。16歳でデビューして上京はしたものの、焦ってばかりで自分らしく歌えていなかったと語る夏川さん。思い悩んだ末、歌うことを諦め沖縄へ。じゃあ一回自分になんか他にできることがあるかもしれないと思った時に、沖縄にやっぱり戻ろうかなと思って、でその時は石垣じゃなくて那覇の方に2年間たまたま、姉がいたんで、そこに手伝いをしながら、でも歌はもうやめようかなと思ったんだけど、気がついたらやっぱり毎日歌を歌っていて、でそういう私の歌でもみんなはすごく元気になれるからっていう感じで毎日聴きに来てくれて、でそういうのがやっぱり嬉しくて、歌で元気になってくれるんだったら本当にそれはすごいことだなと思うし、ね、2年間は他から見たらかわいそうに2年間も何もできないでって思うかもしれんけど、自分の中ではすごくこうプラスになった2年間で、この2年があったから今もこうやって入れるんだなってすごく。リハーサル。夏川さんの表情は一気に厳しくなります。彼女にとってホールの響きをチェックする大切な時、三振の音でその空間の響きを確かめます。自らの耳を頼りに歌い方や楽器のバランスを自分自身が考え、それをメンバーに指示していきます。うまいだけじゃなくて、すごいハートが多分いいんですよ。ハートがすごい歌に出てると思うんですよ。そこが素晴らしい。いや、常に安定してますね。酒飲んで歌っても安定してます酔っ払っててもうまいです。どんな楽器をチョイスしても、その全てを全部歌がきちんと包んでくれるから、
やっててとても幸せな感じにさせてもらいますね。うん、少し咲きかけていた。
時はそんなに好きじゃなかったんだけど、この島も。だけどもやっぱり離れてみてから、こう島の良さとか人の良さとか、そういうものがやっぱり離れてみてから気がついて、やっぱり自分が生まれたところはすごいいいところだったんだなっていう、後からなんか気がついたというか。今すぐに
彼女をここまでの歌詞に育て上げたのは父金久静夫さん。小さい時はよくこの日久しぶりに石垣に戻った夏川さんが訪ねた先は、幼い頃にお父さんとよく通ったという懐かしい八重山そばのお店。こんにちは。こんにちは。こんにちは。どうも。元気ですか。はいはいはい。そばおいしいよ。すごい。本当久しぶり。おい。はいはい。どうぞ。はい。私はよく、ね、リブなんか小さい時はよく来たのにね。ボンジョーラ、フムさんですな。来た時ね。うん。うん。うん。おいしい。父の厳しい指導があったからこそ、今の自分がある、と夏川さんは言います。難しい歌ばっかり歌ってたから。歌ってたで、歌はされてたから。だから泣きながら歌ってた時もあったしね。でもあれだよ、そういう風にして泣きながら、うん、まあ特にババも厳しく
教えていたけども、それを耐えてきたからこうして今そういう風になってるわけさ、うん、中森明菜さんとか、それから荻野目洋子とか、松田聖子とか、そういう人たちのポップスが好きだったんですよ。だけども演歌をな、演歌を教えながら、うん、あんたに多分ポップス歌ってたら演歌を歌ってって言った時にすごく難しく感じて歌えなかったんじゃないかな。でもそれを演歌だったから、例えばポップスとかもタンタンって言ったらおかしいけどすぐ歌えるようになったし、そうそうそう、でまた民謡やってたらまた多分違う歌い方になってたと思うし、よかったさ。ねえ、実はお父さん自身も歌手になる夢を抱き続けていたそうです。しかし幼い夏川さんの飛び抜けた才能に気づき、3歳の娘に自らの夢を託したのです。どっちかがやっぱりやめてしまったらもうそれはそれで絶対そこでストップするじゃないですか。やっぱそういうのも多分私もいやいやとか言いながらもやっぱり歌うのが好きだから歌ってたし、もう多分父も、たまにはいろんなことを考えてね、もうやめようかなって思った時もあるかもしれないけど、でも、本当に諦めないで絶対に、多分自分の娘をこの子はどうにかなるはずって絶対多分信じてたと思うんですよ。将来のことを思っていろんなジャンルにやっぱりこう行けるように、そういうふうにだからずっとずっと先を読んでやっててくれたんだなっていうのはやっぱりすごいなって感謝してます。この日夏川さんは温かい地元の人たちに見守られながら石垣市の市民栄誉賞を受賞しました。こちらよろしいですか。まだすごくね実感が湧かないっていうか、私よりも多分私を産んでくれた両親が一番、喜んでくれてるんじゃないかなって思います。絶対いつかは私の歌声を、一人でも多くの人にたくさんの人に、届けられる日が来るだろうってそれだけ信じて、来ました。本当に素晴らしい賞をありがとうございました。と娘二人で描き続けてきた夢、その夢が現実となった今、ステージの上に立つ娘を見守る父の胸にはどんな思いがよぎっているのでしょうか。
見つけたあの花はきっと
ました。いやものすごくなんか気持ちよくて、で全てやっぱり今日は、お客さん一人一人の力になんかすごく 守られながらなんか自分がそこに立ってるような気がしました。あのすごくね、あの本当に皆さんが今日のこの日をなんか楽しみにしてくださったんだなっていうのもすごく伝わりましたし、なんか本当にもうすごくずっと歌ってきてよかったなって思いました。はい、お願いします。